でしょ。ディフェンダーで一応初って言われて、そうです、もうそうです、ディフェンダー、その当時初。開幕戦出てました、モンさん。開幕戦で、まあ、出てないんですよ。あのベルディとの開幕戦はもう出たくて出たくてしょうがなかったんだけど、あの時センターバック飯原さん誰ですか。いや俺だった、うんうん、でもその直前に、はい、あのアメリカのワールドカップ予選、はい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 、1週間前に UAE から帰ってくるっていう、うんうん、予選戦って、はい、帰ってきて開幕戦を迎える。でそこで、うん、まあ俺体調崩した、いやいやそれで開幕戦出なかった。あ、そうなんだ。 UAE の日本代表に、まず当時オフトの監督かな、うん、選ばれて、うん、試合は出なかったけど、うん、帰ってくる飛行機の中でやっぱりなんか体調おかしいなと思いながら、これ扁桃腺が弱いのね、うん、扁桃腺がこうもう白くうんじゃって、高熱が出て、はいはい、でも点滴打って、いやもうそれ1週間前の、でも練習も何もできないから、3日4日ぐらい経ってやっと治った感じ、もうその白いのが取れて元気になったけど、もう2日後とか3日もう、ね、いやもう開幕戦迎えるっていうんで、ちゃんと記念すべき開幕戦を出るようになったんですね。ねえ、それ代わりに出たの誰ですか。あの小泉、あ小泉さん、ジャンガーって、ジャンガーさんね、はいはい、大きい人、スパイクを右と右を両方履く人です。わざとですね。あれなんかおかしいなと思ったら、同じ右と右を履いて試合やってて、天然な方です。天然な方だからね、開幕戦出れないかったのはもう本当に誤算ですね。人生、まあ、しょうがないですけどね、そこは。そう、しょうがないんだけど、変えられないじゃん。はいはいはい。あ、そうだから開幕戦見てないもん。あ、悔しくて、うん、え、じゃあベンチにも入らず、ベンチなんかも入れないからね、もう治ったばっかりだから。なるほどなるほど。ベンチにも入れない、荒れてたね。それもう自分に対してでしょ。そう、監督じゃないでしょ。監督だってもう自分が熱出したからもうしょうがないじゃん。うん、だけど見てない、見てない見てない。ニュースで、はい、ニュースで結果を知った。ああ、まあ勝ったんだ。だってもう絶対出るじゃん、はい、もうちょっとテレビつけりゃニュースね。あ、こんななったんだみたいな感じでした、開幕戦は。あ、こうだったんだ。まあ衝撃じゃないですか、うん、まずあのお客さんの数もそうだし、ラッパの男もそうだけど、あーですね、あー、宣言とかも聞いてないしね、カードしっかりとね。そうかそうか、あれちゃんと聞きました。あれもう荒れてた。もうその時間帯多分荒れてた。もうまあでもそれはそうですよね、まあ代表もそうですけど、まあメンバー外れたら、あれ見たくないですもんね。だからもう人生で荒れたのは、その開幕戦の日と、5月15日ね、93年の5月15日、あとワールドカップから帰ってきた、ドーハ？違う、のフランスワールドカップ。ああ、はいはいはい、ああ、そうかそうか、あんま出てない、もう、出なくてもね、まあ、1試合出たけど、はいはい、3戦目出て、途中で帰られて、うん、帰ってきて荒れた。あの、どういう感じで荒れるんですか、荒れるもう、おむさんで想像に任せるかも、もう荒れてた。健全なあれ、健全なあれ、健全なあれよ、わかんないですけど、まあ人個人差でございます、そこね。いや、ほんと健全ですよね。酒とかにそういうんじゃない、全然そんなんじゃない。へぇー、その2つ荒れてた。もう、もういやだからもう本当に大きなショッキングは、その2つかな。オブザでもハットトリックしてません、うん、プラスオウンゴールね。そうですよね、今思い出した。そう、一人で4点取ったっていう、まず自分のゴールにマイナス1点しといて、そあれオムさんですよね。そう、伊原さんじゃないなって思ったんだよな。オウンゴールして、はい、でその後3点取った。天才ですね、演出的には。なんかね、試合的にはね。いや、ハットトリック、まあ、トゥーリーもあるか、でもないでしょ。ディフェンダーで一応初って言われて、そうです、もうそうです、ディフェンダー、その当時初。どういう3点なんですか。1点目はなんかフリーキックのこぼれ球をなんか押し込んで、2点3点目はもうフリーキックかコーナーキックで、あ、でもセットプレーヤー相手どこだっけ。ね、サンフレッチェ。うーん、もう本当にリーグ戦の最終節かな。うーん、ディスコンティ
あの知らない懐かしい、いやいや知ってますね、知らない知らない、僕の見てる人たちは知ってますよ、ビスコンティ、メディナベージョ、サパタね、サパタ、いやもうラモン・ディアスもそうですけど、でマリノスのあのアルゼンチンメンバーは、うん、いいメンバー来てましたよね、すごかったね、メディナベージョなんてだってさ、まあ、94年にその要は合宿、もうその時まだバブルだから、はい、アルゼンチンで合宿したのね、シーズン、はいはいはい、でメディナベージョが加入するっていうんで、当時リバープレートだったんで、はいはい、でリバープレートのホームスタジアムで、うん、ワールドカップのあった場所ね、うん、でそこで前半メディナベージョがリバープレートで出て、後半要はマリノスでユニオン来て出るっていう練習試合をやったの、うん、へースペシャルですね、すごいスペシャル、もう本当スペシャル、それぐらいやっぱり愛されてる人たちね。だけど小学校行けないって言って、今や多いんだよそこもアルゼンチンは結構ブラジルの次ね、やっぱり行動とか見てるとそんな感じかなっていう、もう吉勝がすごいじゃんか、メディナベージョのシュートにすると全部思い切り打つからムカつくんですよみたいなもう本当に 2,3 メートルでも加減を知らないみたいな、そんな感じ、ディアスはなんかこうチョンチョンっていうね、キーパーの動きを見て狙って蹴ったりとか、まあ、時々は思い切り蹴ってくるけど、そのうまさっていうのをすごく感じるんだけど、ミネベージュは全部全力なんですよ、ほんと最悪なんですよ、いやだから分かんないんだよ、その手加減するとか、そうね、いやもちろんシュートうまいんだよ、はい、うまいんだけど、なんかそれが本人のベースなんですよね、そうそうそう小学校出てないらしい、 いや両卒らしいよっていう、そんな南米いっぱいいますよ、うん、でもすごい陽気で面白い、楽しくてね、うん、でもそれで練習試合もするじゃない、練習で紅白戦するじゃないですか、うん、最初だったらラモン・ディアスだったり、うん、メディナ・ベージュだったりサリナスだったりもするじゃないですか、オムさん的には、まあ、そのマリノスもそうですけ どう誰が一番対峙してやるしたの、もうみんなうまいもんですよね、うん、紅白戦なんてもう今はどうか知らないけど、もう本当に要は削り合いだから、あそれ OK な監督だ、いやもう OK っていうかそれがもう当たり前だった、うん、なんかもう 100% でやるのがもう当たり前だし、もちろんその外国籍選手 その年齢いってる人たちは当然力抜いてるよ、うん、あるんだけど、まあ、我々からしたらもう本当にもう全力でやるし、やるっていうのがもう手を抜いて調整するとかっていうのはなかった、だからもうなんかすげえ若手選手だからもうめっちゃ怖がられてたって、俺なんかよく声もかけられないとか、ただで顔が怖いんですかねでも丸くなってるでしょまあそれね、それもそうですけど、なんかもう本当にもう俺に声かけてくる人がほとんどいなかった、後輩からこう慕われないルタイム、鳩ぐらいだったもん、なんか声かけてきても、あ、そうなんだ、鳩はやっぱ一緒にディフェンダーとして一緒にやるかじゃないですか、そういや鳩はなんで俺に声かけてきたかっていうと、なんか車好きだったの、おで俺がなんかベンツを乗ってたの、はい、要はそのベンツの AMG っていうのがあるんだけど、はいはい、でそのプレートをパチモン、パチモンっていうの、はい、違うけどそれをつけるそれそうつけてる車もあるし、うん、まあ俺はつけてたから、つけてたっていうか本物じゃないですね、本物なの、あ本物なの本物なんだけど、うん、あのつけてて、うん、でストレッチしてる時にオムさんあれって本物なんですかって俺に聞いてきたな分かる聞かなきゃ分かんないですもんね、いやいやそう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 なんですかね、で俺はちょっとカチッときたんだけど、でもまあああいう IQ のあるやつだから、はい、でいや本物だよって でそっからかな、なんかまあなんか飯連れてったりとかして、だからあとはなんかあんまりみんななんか俺を怖がってたから、怖がってたっていうか声かけづらかったっていうか、あそうなんだ、まあまあ、で俺もなんか誰かと群がるっていうタイプじゃないし、で若手がみんな紅白戦でみんな削られるから嫌だめんどくせえ先輩だなぐらいな特にフォワードのね選手からしたら、そうもう本当に、もう本当に、まあ、ある人なんか、まあ選手コーチの関係だった人が前、うん、要はどっか別のチームで練習試合過去にやったんですって、うん、で僕に削られて鎖骨骨折したんですっていう後からこんな話を聞いたりとか、うん、あもうあの時はごめんねって20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。
新太郎。